小学生のみんな、天才テレビくんの後の別腹でまた見てほしいね。どうも、花尾チャンネルの花尾でーす。はい、というわけで皆さん、こんにちは。聞こえないよ。今回はですね、こちらの、チャオーというね、漫画雑誌を買ってみましたので、みんなと一緒に見ていきたいなと思っております。ご教示よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、見て、キラキラの女の子。すごいよね。女の子の秘密。初めてのブラニキビ。エッチなんだね、結局。世の中の女の子もね、所詮は。所詮はなんか、そういうさ、秘密みたいなのに釣られて買ってしまう哀れな人類なんだ。ちょっとショック。あ、漫画ね。キラちゃんいい感じ。次はハッピーオーラ全開の笑顔で。オッケーです。10分休憩しまーす。お前、コンプレックスとかってないの？毎日元気すぎだろ。撮影楽しいからで元気です。あいつもお前くらい単純ならな。え、ふーん。木下歩美、キラの後輩モデル。自分の評価知っておいた方がいいのかな。あ、やばい、これエゴさして、これエゴさして悪口書かれてるやつや。これキラって専門のくせに身長低すぎ。その身長でよくモデル名乗るなよ。すげえ。でもなんかこれはやっぱ YouTuber としてもですね、やっぱ悪口に強いっていうのは大事ですから。あ、ディスられる。で、米印ではディスられる。悪口を言われることだよって、こうわざわざ補足してありますね。えらい。ゆいか、眉毛太すぎ。あ、でもなんか今の、このディスられで、ちょっと、あれなんや。エゴサなんてするもんじゃないのよ。ごめん、俺エゴサね、結構するんですよ、僕。あんたたち一体どうしたのって言って、はい、なんかモデルたちが、こう、エゴサで落ち込んでるところに、こう、マネージャーが来てね、編集長が来ました。一体、あんたたち一体どうしたのってきて、エゴサなんてするもんじゃないのよ。読者の子に自分の欠点で笑われるなんて。ということでね、やっぱね、エゴサね、僕もたまにするんですけど、でも俺は基本的にね、俺あるあるなんですけど、花尾って検索しても出てこないんですよ。だいたい花尾って検索したら、今日は奈央ちゃんと遊びに行った、今日は奈央とと遊んだ、今日は奈央と遊んだって言ってね、全然ね、花尾出てこないんですよ。下駄の花尾すら出てこないんですよね。で、何、どうしたらいいかっていうと、花尾動画で検索したら、やっと花尾出てくるんですよね。で、俺は結構自分の出来のいい動画ができたなと思った時は、花尾動画で検索したら、だいたいね、5連チャンぐらいでね、今日の花尾の動画めっちゃ面白かったって、こう俺のリプ当てじゃないのに、こう書いてくれてる人がいて、もうすごいモチベ上がるんで、よかったらね、そう、俺当てのリプじゃなくても、人知れずこう呟いてくれると、俺が、ね、拾ってファボすることがあるんで、お願いします。わかったわ。今日の撮影は中止にしましょう。え、なんで？今のあなたたちにドリーミーの読者の前に立つ資格はないもの。資格？だって。すごいな、このエゴサしただけでメンタル折れて撮影できなくなるって結構相当弱いっすね、これ。チャオ。チャッ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 。あ、ちょっと待って。俺何ちょっとしたんだっけ？ベンガさんエゴサで、ベンガ眉毛太いって言われて撮影できなくなりますか？なるわけないの。眉毛太いでそんな悲しんだことないし。チャオでエゴサしてるんですか？今この子たちモデルなんやけど、なんかエゴサで眉毛太いって書かれてて、で、なんかこれで撮影できなくなってうまく笑えなくなったらしい。いや、それは俺のさ、デンジャモンジャゲームやった方がいいよ。確かに。俺あんなんされても、平然と次の動画撮ろうとしてるし。こういう女の子たち言いたいけど、やっぱ自分のやっぱな、弱みをさらすっていうのが、いや、そう、ほんまにそう。大事なんですよ。逆に自分のさ、コンプレックスを積極的にさらすことで、なんか、そうしたら視聴者も言えんくなるから。そう、ヒカルさんの理論と一緒やねん。結局、カッコつけてるっていうのを全部自分がもう認めることで、そしたらもう何も言えんくなるから。最終さ、みんなが笑ってくれたらそれでいいまで行くから、多分。そうなんです。マジで最終。そうなんです。自分の。そう、やっぱモデルにしても YouTuber にしても結局ね、そう、この子の言ってることと一緒。モデルとしてみんなに元気を届けたいってね、これなのよ。いや、そう、ほんま、そこに。そこやろ、ほんまに。ていうか、そこにお前のコンプレックスなんてもう関係ならないよ、お前。こういう子らってさ、多分コンプレックス結構あるんやけど、周りからしたら意外とそのコンプレックスどうでもいいって切ない。ああ、それはある。だから結構自分が思ってる。それはあるかもしれないな。だからコンプレックスとか思わんようにしてる、もう。考えてて、もう。確かに。しゃあない。だったら今、私がコンプレックスと向き合える方法は、お、なんかこれでコンプレックスと向き合う方法を考えてきたらしいです、この子たちは。なんか、いいわ、ドリーミンモデルとしての資格を証明してみて、先生見せなさい。はいってなって、お、特集テーマは、コンプレックスとハグしよう、ね。やって、あ、やっぱそうなんよ、結局。コンプレックスとはね、やっぱね、上手に付き合っていかないとダメですね。ちなみに僕のコンプレックスはですね、あ、やっぱ滑舌が悪いことが結構、俺滑舌悪いの地味に、まあ、気にしてるわけじゃないんですけど、なんかこう、いざとなった時に、こう、ちゃんとしないといけない場面で、噛んでしまうのがすごく、ちょっと辛いですね。
まあ別に動画とかやったらまあそれもネタになるんでいいんですけど、企業のさ方とかと、まあ、一緒に大人の人と喋る時もあるんですよ。まあそんな時にですね、本日はありがとうございましたみたいな感じになるんですけども、なんかさ滑舌悪くて、しかもちょっとこう、まあ、コミュ障もちょっと誤ってですね、急にこう言葉が出てこないみたいな、言葉が焦っちゃうみたいな感じで、ありがとうございましたみたいな感じになっちゃうんですよ。いや、わかる？この辛さ。で、これでなんかこう、本当はちゃんと言いたいのに、ちゃんと言おうとするとぎこちなくなってしまうし、でもさらっと言いたいけど、さらっと言おうとしたら、あ、ちゃちゃちゃ、みたいな感じで、なんか略すみたいな感じになっちゃって、これすごいもどかしいんですよ。これね、滑舌悪い人あるあるだと思うんですけども、これほんまな、辛い。ちゃんと俺言えるようになりたい。ありがとうございました、またお越しくださいませ。ありがとうございました、またお越しくださいませ。でもね、コンプレックスと仲良くなれる一番の方法は、てれーん、ニコニコたくさん笑う自分を、大好きになること。どんな心だって晴れてきらめくから、きらめき、きらめてるっぷ。どんな悩みを抱えていたってニコニコしてる女の子に可愛くない子なんていない。笑え、そういうことや。結局笑え、スカイピースや世の中。結局な、いいメッセージじゃない。さすがドリーミンのモデルだわ。気にならないコンプレックスなんてないし、まだまだいろんなコンプレックスと出会っちゃうのかも。いつだって夢を追いかけていたいな。ニコニコの私たちでコンプレックスと HUG しよう。HUG し、コンプレックスと HUG しよう。はい、って感じでございますね。